What's up, everyone? This is Grim Reaper Sage here. This is the part one for the prologue for Digimon Survive. So the new game came out a couple days ago in England. Came out on the 29th for the 7th. It was made by Bandai Namco. It is the PS4 version. There is no PS5 version. I'm playing this on my PS5 though. It is $34.99. I rented it from Boomerang Rentals. It's a very good site. They send you the games in the post and then you can send them back. It's way cheaper than actually buying the games at full price, especially if you're unsure of the game. And yeah, hopefully you enjoy it. There'll be two parts to the prologue, and if you've got any questions or anything you want to ask, put it in the comments. I'll do my best to answer. As always, please follow, like, share, subscribe, all that good stuff helps me out an absolute ton, and I'll see you all in the next one. よし、思いっきり戦うぞ。
いつ。ダメ、この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかない。あそこにさえたどり着ければ。耐えられない。吸い込まれ。お前がいなくなったら俺は。あなたはどうか無事に帰って。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、こっちに詳しい地図が。おはよう。もうびっくりさせないでよミノルくん。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユ、そろそろ起きろよ。おいミユ、飯が冷めるだろ。あいつまた一人で。ビー。あ、雪？じゃあ取るよ。おい邪魔だろ。わあ態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ鹿野部市で震度3の地震がありました。これここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿野部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よしみんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てれお、お、お、たくま。ああ、なんでもない。消えず、みとも
リキケディ史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もう、またそうやってふざけて。ちゃんと今日のコースのおさらいをしないと、また迷子になっちゃいますよ。迷子って葵さんさ、俺もう子供じゃないんだぜ。ああ！どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いやそれもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はい皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へ、さあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はーい、葵さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さ、私たちも行きましょうね、たくまくんも。そうだな、行こうぜ、たくま。いやー、春って感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら。なおさら綺麗に見えるわ。
キャンプに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。本当ね、なんだか私もワクワクしてきたわ。ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。お、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。満開の桜を前にして舌打ちって人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえよ。見て、この桜綺麗ね。葵さん、知ってる？桜の木の下にはね、死体が。うわ、
そういう話は今はいいから。それより私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方はなんか参道じゃない？大変そうだな。パトカーが？まいったな。どうやらここから先は封鎖されているようだ。ああ、ほんとだ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかしてミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ。ノートくま。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だからどうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。
れ。あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それよりあの女の子は誰かしら。よいか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今時？け、くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ、田舎者が。亮ったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ばっちげえよ。げ、田舎もんって失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの。それかお稲荷様とかそんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。ひ、んなもん本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのお名前は。ミュウ、お姉ちゃんは。私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社案内してくれるかな。え、そりゃいいけど。なんだ物好きだな、そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし、暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。リョウだってあれ苦手じゃない。リョウもさ、ついでに見に行かない。き、くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、みゆう、だったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんたら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。だいたい何の神社かもわからないのよ。勝手に言っていいわけないわ。わからないの。うん、少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあタクマ、どうする。うん、面白そうだな。サキたちについて行っていいかな。そうそう、俺もそう思ってた。おーい、そこの女の子。ち、うっぜーのが来やがって。獣神様の神社、面白そうだね。俺たちもついてっていい。いいよ、人数多い方が楽しいし。ありがとう、よろしくね。こちらこそよろしく。つーか、何こっちの話立ち聞きしてんだよ。お前らは仲良しグループで真面目に課外学習をやってろよ。さあ行くぞミュウ。
病おったらめんどくさい性格してんだから。ごめんね、ミノル、タクマ、アオイちゃん。ねえ、待ってよ、リョウ、ミユちゃん。ああ、行っちゃった。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか誰かの指示があるまで待とう。それかこのまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それになんだかここだけ気温が低いような、背筋が震えるっていうか。ちょっと変なこと言うのはやめて。まさか心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより二人を探さないとでしょ。サキさんたちいないわね。もっと先に行ったのかしら。おーい。あ、誰か来たぞ。ほら、修二さん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルがあったのに。すんません、でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分何かの動物なんだろうけど。もうミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの？この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？うそだ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを鎮めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元のほんの一部の人だけが参拝に来るくらいなのよ。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山ん中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。それは、はい、間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。神社はもっと先か。地図に載ってないからどこを探していいかわからないわ。仕方ない、とりあえずリョウ君、サキ君たちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし、行こう。
じゃあ一緒にリョウ君とサキ君を連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち確かキャンプの参加者だよな。俺はここら辺に住んでるもので、今妹を探しているんだが。妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹はなんていうか小動物っぽいやつだ。人見知りで気弱な感じで、守ってあげたような。そんな女の子見なかったな。サキたちと一緒にいたミュウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミュウ、今ミュウって言ったか？おう言ったけど。ミュウちゃんってあの子よね、猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああ、そうだ、あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん、失礼よ。いや、でもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミュウはどこに行ったんだ？ごめんなさい、実は私たちも人を探している途中なの。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ、それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行させてくれないか？目的は一緒のようだしな、いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている、任せてくれ。俺はミノル、そんでこっちがタクマで、こっちが葵さん。僕は引率の修士、よろしく頼むよカイト君。なあみんな、今って春だよな。決まってるだろ、今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。何を言って。雪？季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに、こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。おい、なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。見ては危険だな。僕が見てくるから、みんなは先に帰ってもらえないか？それよりすぐそこのトンネルに入りませんか？これじゃ校舎へ帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね、室内じゃないけどこんな場所よりはずっとマシだと思います。それもそうだな。よし、みんなとりあえずトンネルに避難しよう。君たち、こんなとこ通って行ったのか。
葵さん、大丈夫？顔色が悪いみたいだけど。大丈夫。雪のせいかしら。ここ、外よりも寒いくらい。ミユのやつが一緒だったなら、気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから、慎重に進もう。本当に真っ暗だな。ほとんど前が見えないよ。でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない？ほら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。うわ、怖え。やめてよミノルくん。いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん。でもこんなの見たらさ。これはしめ縄か。こんなところにどうして？もしかしたらここは神聖な場所として祀られているのかもしれない。そういえばさっき、あそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。ああ、この村じゃたたりがあるとかって、子供たちが遊び半分で入らないように強く言い聞かされてるのさ。あっ、何？トンネルの入り口から風が。うわ、やばいな。外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。3人も危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻さなきゃ。そうだね、急ごう。はそんなに長いトンネルじゃないのに、どういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花、なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。一体どういうこと？
おい、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼むよ。この辺りに咲たちがいないようだな。神社はこの奥か。こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るのかな。まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね、サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな。どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。見た目は普通の神社っぽいけど。なんかすごい雰囲気のある神社だな。変な模様があちこちにあるぜ。やっぱあれだぜ、きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ、狛犬？いや犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろ。でもさ。いや、写真を撮ることも必要かもしれない。撮影しながら周りを見ていれば何かに気づくかもだし、見落としたものがあったら見返すことができるだろ。なるほど、そういうことなら。まあ、ほらさっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。ああごめん、それじゃあ行こう。本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。変わった御神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ、タコを祀ったのとか曲がった巨木とか、あと割とポピュラーなのでエッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか、女の子もいるんだぞ。もうミノル君ってば。それにしてもここって今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さあどうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。
今の音。聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。